大分農業文化公園は、大分県宇佐市及び、木月市に位置する大分県立の農業公園である。愛称は、パークアルカディア。大分県宇佐市や事務町古川と木つ市山賀町、大技日指にまたがる日指ダムのダム湖周辺に、設けられた、農業体験が可能な公園で、敷地面積は、約120ヘクタールに及ぶ。 2001年4月21日に開園した農業を知る農業で遊ぶ自然と親しむの3つをテーマに交流研修館豊かな国物産館レストラン館花昆虫館からなる中心施設とフラワーガーデンハーブガーデン薬草薬儀の森果樹園菓子農園コテージオートキャンプ場触れ合い動物園などの屋外施設が設けられている 中心施設は伊藤富夫の設計である。約400種千本の椿が植えられており、2012年には国際椿協会から国際優秀椿園に認定されている。開園初年度は目標を上回る約46万人が訪れたが、その後は入場者が伸び悩み、目標とする年間25万人に届かない状況が続いた。 このため、大分県の行財政改革の一環として、施設運営が見直され、2005年1月から、花昆虫館などの一部施設を除き、入園料が無料化されている。この公園の開園に伴い、大分自動車道や大分空港道路と接続する、宇佐別府道路の公園隣接地点に、大分農業文化公園インターチェンジが新設されている。ありがとうございます。